たまたまテレビで相撲見てたら、あ、相撲面白いなと思ってね、うん、面白いなっていうのは、だから親父がこれ100円と500円どっちかけるって、俺も新聞配達やったから隠れてね、うん、それ金もいくんで、100円500円とか言って、それで楽しんでたのが、それきっかけで相撲真剣に見るようになった。賭けの対象だよね。だからまあその相撲を見る、その応援するその矛盾もしてんだけど、あ、相撲って面白いよな。まず子供の頃で、もうその時から賭けの対象にしたら、もうどれだけ面白いんだというのがもう元々の始まりだから。